はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。さて、前回はですね、急流に出会って、どうしようもできんねっていう話をしていたんですけど、ここに天炎の源さんですね。またあんたらが俺に何の用だ。あんたに用はない。急流を乗り切れる船が欲しい。ほう、デュナンの急流ね。こいつは面白いや。よっしゃ、いっちょこの弦の腕を見せてやるとするか。ただし俺一人じゃ無理だ。普通の船じゃあそこは越えられねえ。じゃあどうするんですか。なーに、心当たりはある。隣に住んでる死に損ないカマンドールのジジイならなんとかできるはずだ。いっちょ行ってみようぜ。弦がパーティーに入ります。パーティーメンバーを一人減らしてください。じゃあクレをちょっと抜きましょうかね。弦がパーティーに入った。ちなみにゲームはどんな強さなの。レベル23でも武器レベルは9っていうね、強いな。偉そうにあのジジイ、こんな張り紙しやがって。おい、これジジイいるのは分かってんだ。出てきやがれこの野郎。早くしねえ、ドアぶち壊すぞ。なんじゃ、またお前か。わしの実験の邪魔するなんて言っておら。出てきやがったな、妖怪じじい。てめえ、日の当たらねえとこにこもってるからそんなに顔色になるんだよ。ちった、外出てこい。じじいと呼ぶなと言っておろうが。なんじゃ、そんなことを言いにここに来たのか、不良ども。そろそろ引き連れて。不良、坊ちゃんに向かってなんてことを。ビクトールならいざ知らず。おい、待て待て、これ以上話をこじらせるなよ。それ。やいじじい、デュナンの給料を知ってるな。あいつを乗り切れる方法を聞こうと思ってはるばるやってきたが、よく考えたらこんな猛獄自身に分かるわけないな。なんじゃと、このわしにできないことはないぞ。金と時間さえあれば。じゃあ方法があるんだな。もちろんじゃ、見せてやるから中に入るがよい。見るがよい。これを使えば急流を乗り切れるはずじゃ。何ですかこれは。これはな、油を燃やして動く機械じゃ。油を燃やして動く機械、うさんくさいな。とにかくこいつを船に取り付ければ急流を乗り切れるんだな。そうじゃ。よし、こいつを持ってプミルエプラムエラムプラムヤピラピムラプルミエラムールじゃ。バカうるせえ、あんなバカバカしい名前覚えられるかよ。リコンの村へ行こうぜ。最初からそう言ってくれ、ゲンさん。じゃあこの機械は頼んだぞ。乱暴にすると壊れるからな。え、もしかして俺たちが運ぶのかよ。当たり前じゃ、か弱い老人にこんなものを持たせる気か。カマンドールがメンバーに入ります。パーティーメンバーを減らしてくださいと。キルキスしか減らせんやん。カマン、おー、エンジンを手に入れた。すごい図になりそうやな、リアルやったら。鉄棒22。じゃあカマンドール と、ゲンさんが仲間に入ったんで、リコンの村に行きたいと思います。よし、着いたな。よし、機械を下ろしてよいぞ。いや、もう今フリック一人で持ってなかった。やっとこいつとおさらばできるのかよ。こいつを背負ったまま戦うのはつらかったぜ。戦ってないけどね。おいじじい、早速取りかかるぞ。言われんでも分かっとるわ。ティルさんよ、あんたらは邪魔だから宿にでも入ってな。任しときな。すぐにピカピカな船を仕上げてやるぜ。ありがとう。ということで宿屋で一泊ですね。あのじいさん、あんな重いものを運ばせやがって。だあ、さすがの俺様、くたびれ果てたぜ。今日は早く休みましょう。ぐわーぐわーす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 ー。グレミオ起きてるな。坊ちゃん、グレミオは坊ちゃんが小さな頃から世話
押してきました。坊ちゃんが弟、いや息子のようにさえ思える時があります。最初はテオ様の恩返しのつもりでしたが、今はでももう坊ちゃんにはこのグレミオの助けはいらないのかもしれないですね。おお、起きたが出る。ゲンたちの仕事ははかどってるかな。いやー、今のはちょっとね、やっぱり悲しいですね。見ろよ、ユロをぶっ通しで仕上げたんですね。まったく老人をこき使いよって。ティレさんよ、浸水式と行こうぜ。船に乗る。というわけで早速、全く変わってない船ですが、琉球のあるところに行きましょうか。さあ、お、行けますね、普通に。はい、というわけでですね、とりあえず一旦戻ります。よいしょ、仲間も結構増えましたね。船に乗る。はい、というわけでですね、船レベル、じゃあや、なんだっけ、本拠地レベルが上がりました。3になりましたね、これで。はい、というわけで次がですね、本拠地レベルが3になったから、今度はエレベーターを使って、2階どこに誰がいるのかわからんくない。おお、大きくなったな。ミーナに、鍛冶屋さん、あれ1階か。じゃあまた、まだ1階だったか。だんだんわからんくなってきますね。1階、ここが防具屋さんに紋章屋さんですね。でチンチロリンに、疲れただろう、ゆっくりお休み、宿に泊まる。いつになったら借金を払うつもりだい。あー、これちょっと待って。いやー、せっかく宿を開いたけど料理に手が回らなくてね。どっかに腕のいいものはいないのかね。やったーやっとや、やっとぼやきが聞けた。というわけでですねぼやきが聞けたので、アントニオを仲間にしに行きましょう。よっしゃ、格やで、格、違う、格じゃないわ、正解で、正解。アントニオさん、おや、マリーのおかみさんが解放軍にいるのかい。おかみさんのところなら腕の振るいがいもあるな。ティルドの私も参加しましょう。戦うばかりがノーではないでしょう。もちろん、ありがとうございます。それこそホップの落ちる料理を作ってみせますよ。アントニオが仲間になったと。ゲンとカマンドールが入ってるんですね、まだ。で次ジャンプ。あれ、捕まんね、捕まんないんだけど。はい、というわけでですね、レベル3になってリコン
に来てますね。ロッテに話しかけるとですね、ねえねえ私の猫ミナを探してくれない、探してくれたらさ仲間になってあげるよ、というわけで文章が変わります。私の猫ミナ買ったは仲間にできないんですけど、ミナを探してくれないで仲間 にできるようになります。で猫はさ、前回ぐらいから言ってると思うんですけど、各にいる猫なのでその猫を捕まえに行きます。多分すぐ捕まると思う今度は。各にゃー、はい、というわけで猫をゲットできたので早っ、一瞬で終わった。リコンに戻ります。はい、猫わーやっと見つけた、探したんだからね。みんなティルさんありがとう、私の名前はロッテ、魔術師ロッテよ、俺に仲間になってあげるよ。ロッテが仲間になった、はい、というわけでですね、ロッテが無事に仲間になりました。いやー長かった、ごめんなさい結構ねフラグ忘れたりするんですいません。ではですね一旦戻りましょうかね、本拠地に。まあある程度ですねここまで、次のイベントに進むまでに仲間にできる仲間はあとシャバですね。シャバを仲間にしたいんですが、その時にその必要なアイテムを手に入れるためにちょっとカットしますね。ヒイラギマスター落としてくれたらいいんですけどね、うまくなかなか落としてくれないから。エベタ使う、3回3回でもなかった。4回かな。じゃあ、おーすごいすごい、おーこうやって徐々に変わってくるの面白いですよね。やっぱりパーティーメンバーを変更しますか。はい、変更します。外す、ゲンさん外して、カマンドール外してパーティーに入れるで、クレオ入れてキルキス、キルキスのレベルを上げないといけないんで、これで OK、 変更しない。マス様が言ったのだから楽しいんだろうけど、やっぱり私はあなたを許せない。まあそうだよ ね二度と争いをねしたくないっていう人を巻き込んでしまったから、もちろんねこっちにもいくら本人が言ったからとはいえ、テレポートを頼む。リコンなんだけど、庭園、安定の近くでちょっと戦いましょうかね。まあ、とりあえず、それまではカットでいきます。カットカット。はい、というわけでですね、めちゃめちゃ時間かかりましたが、無事に七種の壺をゲットしました。はい、とですねそれまでにですねビクトールのところにある土の封印球と、あとティルとクレオが装備してるんですけど、マジックローブを2つゲットしました。はい、いやー長かった、めちゃめちゃ長かった。というわけでここのジャバに鑑定してもらう。参った、こいつは値打ちもんだ、間違いない。しかし俺の目でもわからない壺があるとはな、約束だ、あんたの言うことを何でも聞くよ、仲間にする。なんだい、そんなことか、任せときな、俺は戦えないがこの目を生かしてやるよ。
はい、というわけでジャバが仲間になりました。ふう、やっと仲間になったいやヒイラギマスターだけを狙って戦ったんですけどね、ずっと。まあなかなか。はい、というわけでですね、またカットしていきたいと思います。カットカット。はい、というわけでですね、龍冠のいおりに来てます。ここまででね、とりあえず仲間にできるやつまだいるんですけど、まあちょっとね、仲間変更ができないと、レベル上げもちょっと録音できないんで、このままもうちょっとスルーでとりあえず行きたいと思います。はい、ではですね、じゃあちょっと行きましょうかね。おじいちゃん、おや、ここまで逃げても無駄ということかい。龍冠やん、どういう意味ですか。どうせわしに薬を作れというのじゃろう。わしはもう疲れたのだよ。お願いします。類比の城の毒の花を解毒する薬を作ってください。そんなものを作られては困りますね。誰だ。わあ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 、ルイヒ・オッペンハイマー、お初にお目にかかります。私は五大将軍の中でもその人ありと言われた花将軍ルイヒ・オッペンハイマーであります。何を言う、五大将軍にその人ありと言われているのはテオ様だ。おや、これはテオのところの下段、ゲオっていうんですかね。それにこっちはティル・マクドール、ティル皇帝陛下に、ティル皇帝陛下に逆らうとお父様が泣いていますよ。やい、こら、クジャク男、何しに来やがった。おお、そうでした。私の可愛いアントワネットの毒を役立たずにされては困るのでね、リュウカン殿は我が鉄壁のソニエール監獄にご招待いたしますよ。な、何を勝手なことを言う。そんなに遠慮なさらずに、さあ今日はこれで失礼。ティル、私は食わんだほど甘くはないですよ。では皆さんごきげんよう。めっちゃあっさり連れてかれたな。なんてこった、目の前でこんなことをされると。これこそ屈辱だ。ソニエル監獄か、こりゃ難儀なところへ連れてかれたもんだ。ここはマシ様のお知恵を借りた方がいいみたいですね。ドラゴンに一度戻りましょう。はあ、そうですね。はい、黒の絵の具ですね。とりあえずちょっと手に入れておきましょうかね。じゃあ戻りますか。とりあえず瞬きの鏡を使って、戻ってきたからマッシュのところに行きましょう。2階で、黒の銅絵の具を預けたい。もう3階なんでこのまま行きましょうかね。マッシュさんはどこかな。4階だった、ミスター。じゃあ4階に行きましょうかね、このままこのまま行くんかい。マッシュ、あれ、ここじゃないのか、こっちか。そうですか、龍冠殿が。わかりました、私にいい考えがあります。しばしお待ちを。安定の街、確か今はビル・ブランシェに変わったはずですが、そこに偽インズ作りのキンバリーという女がいるはずです。彼女と代書屋のテスラという男を仲間に引き入れましょう。キンバリーは私の知り合いです。ここに手紙をしたためておきました。これを渡せば仲間になってくれるはずです。彼らを仲間にして何をなさるのですか。
それは後でお楽しみとしておきましょう。まずはキンバリーとテスラを見つけてください。マッシュの手紙を手に入れた。さてでは定安定に行きましょうかね。地下ここでパーティー編成をしておこうかなと思ったけど、まあいいか。安定にキンバリーがいるんですよね。ここじゃないな。キンバリーどこだ。道具屋、あ、多分ここだ。よいしょ。ないなぁ。ここか。ほほ。マッシュの手紙を渡した。キンバリー、なんだい、マッシュからの手紙どれ。おお、悪いね、私は字が読めなかったんだ。誰か読んでくれないか。なんでやねん。じゃあ私が。なるほどね、よく分かったよ。マッシュのやつめ、またあの手で行く気だね。じゃあ仲間になってくれるんですね。仲間、そうだね。ねえあんた、俺のことか。そうだよ、あんたのことさ。お兄さんさ、結構いい男だね。あんたが私の相手をしてくれるってんなら仲間になってやるよ。え、お、俺がだ、ダメだ、俺には心に。ああ、オッケーオッケー。こいつのことを煮るなり焼くなり好きにしてください。ビクトール、貴様。よし、オッケーだ。ほら、色男、こっちに来な。うわー、ちょっと待ってくれ。ほら、早く次ね、色男。あ、はい。よし、こぼすんじゃないよ。次はあんたの番だ。なんだい、酒が減ってないじゃないか。ほらほら早くしな。美人のお酌が受けられないのかい。いえそんなことはありません。いただきます。とほほ。さて、私は一足先にドラゴン城とやらに行ってるよ。朝まで飲んでてよくそんなに元気でいられますね。何言ってるんだい、修行が足りないよ色男。そうそう、ティル、テスラのやつも仲間に引き入れるんだろう。やつはこの町にいるぜ。ただし今はアルバートっていう偽名を使ってるはずだよ。アルバートですか。それじゃ失礼するよ色男。城に戻ってきたらまた付き合ってやるよ。結構です。キンバリーが仲間になったと。さあじゃあテスラに会いに行きましょうかね。今はアルバートっていう名前なんですよね。はいっと。アルバート、あなたたち誰ですか。私は平凡で普通なおとなしいただの町人です。あんたがステラだろ、大主屋の。いや、やめてください。私のアルバートオニクス、代々この町に住む。じゃあ母親の名前は何て言うんだ。それはマリアン・オニクス。父親はアーレン・オニク。ばあさんはリア・オニキスです。オニキス、おい、テスラ。はい。あ、いや、その私はテスラなんていう名前じゃない。観念したか。わかりましたよ。またマスターが呼んでるんでしょ。私は静かな暮らしが好きなのに、つべこべ言わずにさっさと支度をしな。わかりましたよ。ああ、私はなんて不幸なんでしょう。またしても悪事の片棒を担がされてしまうんですね。で、テスラが仲間になりましたと。あいつを一人で行かせて大丈夫かな。仕方ねえだろ、俺たちと一緒じゃ嫌だって言うんだから。まったく人を山賊扱いしやがって。ビクトール、お前があんまり脅かすからだ。坊ちゃん、私たちもそろそろドラゴン城に戻りましょう。ふひー。
さてさて、じゃあ戻りましょうかね。さてと、戻ってきたぞい。というわけでエレベーターを使う。3階4階、はいっと。ティルドのお戻りになられましたか。こちらの方の手はずはすでに整っております。キンバリーとステラに腕を振るってもらいましたから、私の仕事は完璧だよ。私の方も多分大丈夫じゃないかと。腕を振るって何を。ティルドのここに彼らに作ってもらった偽の命令書があります。ミルイヒのサインも帝国の正式の印もすっかり真似てあります。これがあればソニエル監獄に堂々と入ることができます。これでリュウカン殿をお願いします。はい、じゃあパーティー編成をちょっとしましょうかね。リュウカン殿身が心配です。お急ぎください。お急ぎくださいというわけで、よいしょ。あ、屋上できた。屋上できましたね。まだまだ人が足りないんで何もできてないんですけど、楽しみですね。さてと、マッシュにパーティーメンバーの変更をしてもらいに、パーティーメンバーを入れる、違う、外す。でも結局クレオとキルキスしか外せないんですよね。さてと、しゃあねえな。ちょっと、外す。クレオとキルキスを外してパーティーに入れるのは大砲とヤムクですね。この2人をパーティーに入れます。ちょっと仲間を入れに行きましょうかね。で、今回はそいつら仲間にして終わろうかなと思います。剣宝儀、鉢巻き、チュニック、うひょー、大丈夫かな。2階。じゃあちょっとレベル上げとかもろもろカットします。カットカット。はい、というわけでですね、こちらやってきました。孤独の砦ですね。はい、ここはですね、レベルが白レベルが3になった時点で大砲ヤムクを仲間に入れて、来ると仲間にできるやつがいます。で、ちなみにヤムクと大砲強化してきました。で、装備もですね、ティルに忍びの服をつけてます。こちらはですね、素早さにボーナスがついてプラス5、速がプラス5されます。はい、で、ヤムクと大砲にもそれぞれまあちょっといい装備をつけてます。はい、まあこれ終わった後引っぺがすんですけど、で、武器もそれぞれ7まで上げてます。まあなのでお金がめちゃめちゃ減りましたね。はい。さてと、チス、よアンジーよ、おめえさんもこんなところでくすぶってないで力を貸せよ。アンジー、くすぶるこの俺が。上等じゃねえか。この俺の腕が鈍ってるかどうか勝負しな。勝負を受ける。よし、レオナルド、カナック、手を抜くんじゃねえぞ。はい、というわけでですね、大砲とヤムクを入れた状態で、バトルで10ターン以内に勝つと仲間になる3人です。これ誰から行けばいいとかは多分なかった気がする。なので、まあどんどん攻撃していきましょうかね。
あ、強いな、強いな。強いな。アンバランス、ヤムクイと大砲の強力技ですね。ナイス。一応ティルも危ねえんだよな。紋章なかなか強いな。普通に強いな。カナックで紋章攻撃に弱かったレオナルドをフリックで攻撃しましょうかね。162、さすがにつらいな。646。うわ、よいしょ。レオナルド先に倒したい。おお、つらい。押し来た。10ターン以内にいけるかな。あ、死ぬ。あぶねえ。ナイス回避。あ、終わった。くそー、うわ、つら。うん、紋章攻撃がつらいな。倒せへんわけではなさそうですけどね。はい、ってな感じでリベンジまたします。あー、受けない。マジか。ちょっと待ってな。はい、というわけで孤独の砦に来ました。ここはですね、トラン、要はドラゴン城本拠地から北西に船で来たところです。レベルが、白レベルが3になった時点で、大砲とヤムクを仲間に入れた状態で、10ターン以内に勝つことができれば、仲間にできる3人がここにいます。いやー、ちょっと待ってな。いや、無理っていうか、むずいな。さあ、どうしようかな。勝負を受ける。受ける。いやー、ちょっと待てよ。あのね、どうしようかなって思うんだけど、レオナルドで、で、アンジーアンバランスがな、ちょっと辛いんですよね。ナイス、よけ。よし、ナイス。
やアンジー攻撃力高っ。ナイス会心やねんけどな。ナイス。アンジー、あ、やばい。押す、来た。死ぬ、あぶね。ナイス、ナイスですよ。いや今回はあれですね、ビクトールの会心に助けられた感半端ない。レオナルドで、お、いいね会心。よし、あー、嘘、勝てへんかった。はい、というわけでですね、まだちょっとレベルが足りないということだったみたいなんで、また上げてきます。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。